こんにちは。さあ皆さん、はい、交流戦が終わりました。終わりましたね。はい、お疲れ様でした。皆さん、はい、1ヶ月間ですかね、行われましたけれども、ソフトバンクが、交流戦したな、優勝したということで。そうですね、やっぱね、やっぱなんだかんだもなんだかんだやっぱソフトバンクかっていう、なんだかんだっつったって、今宮怪我したとか、まあそうですね、柳田は戻ってこなかったとか、いろんな中で優勝したんですよ。優勝しちゃうんですよ、ソフトバンクは優勝しちゃうんですよ、その中で。まあ確かにね、前のゲーム見てても、え、こいつ今2軍なんだとかさ、これ2軍で投げたらインチキでしょってバンデハーグなんだで、和田も投げてたからね。だから、お前それインチキだろみたいな、インチキまあ感じの選手の層の厚さだけどさ、若い子も出てきてましたね。やっぱ最後勝ったら優勝だった時に、1番セカンド福田使ったからね。いや確かに一番当たってるバッターなんだよ福田が、その時で、まあ巨人の1戦目満塁ホームラン打って、次代打でツーベース打つ、一番セカンドってセカンドの守備でスタートしたことって初めてだからね。そこをさ使ってくるっていう大胆さ、このバッティングを生かしたいために、でグラシアルとデスパイネが両翼は守ってるから外野にポジションがないわけよ、上林も。そこセカンドで使っていきなりホームラン打つ打っちゃうんすね。いや俺はびっくりしたな。やっぱこう短期決戦というか、あれはシーズンとか関係なくもう短期決戦でやるからね、そこをはめていくっていうのがさ、またはまっていくっていうソフトバンクの強さ、大したもんだなと思ったな。いやだからあの一戦を見る限り、俺が見るとソフトバンクの誰をマークするのかなっていうふうに考えた時に、前日の試合っていうのはそんなにクリーンナップは当たってなく、松田がいやらしかったんだ。当たってたんだ。当たってましたね。巨人の方は丸なんだよね。で坂本と岡本があんまり調子が良くない、それに挟まれた丸、ここを警戒しておけばいい。ハマったもんね。丸に対して加山、モイネロ、をピシッピシッと当てていって抑えたという。で一方巨人の方はまあ菅野を立てて、やっぱマークは福田だったんだよ。いやーそう、それがいきなり先頭打者で出てくるから、そんなにマークっていうほどのマークっていうわけじゃない。まあ出したくないなっていうぐらいのマークだったんだ。丸みたいにガチガチになマークじゃなかったわけ。まあここら辺が隠れたヒーローがいたな。ちょっと実は軽視できないとこが、軽視しちゃいけないんだよ。まあまあでも見事だわ。あもうやっぱり、やっぱ経験値の高さかな。やっぱそういうところで言えば、やっぱソフトバンクって毎年優勝争いしてるじゃん。そうっすね。交流戦もしっかり、シーズンもしっかり。だからまあ経験値っていうのは選手は豊富にあったね。まあ原監督もやっぱ後手後手踏んじゃったな。やっぱ4点を返さなきゃいけないって言ったらよく書くよ。まあそうですね。だから阿部とか中島とか代打を使いたいんだけど、もう1人待って、もう1人ランナーが出たら使おうって言った時に、ことごとく前のバッターが倒れて、ランナーなしで使うしかなかった、もうこれはね、やっぱ4点が狂わしたな初回の。でも今年のあれは面白かったよ、交流戦は。なかなか接戦も多かったけど、そうですね、まあパ・リーグは結局ね、まあそうですね、上位があったけどさ、ほぼそうですね、上はやっぱりパ・リーグは結構詰まってるいうまさかね、オリックスも交流戦でガッときましたからね。なあ、最後広島に3連勝して、広島はミスばっかりだもんな。墓穴掘るというかさ、逆でオリックスがミスしなかったというか、あんなに豊さんの予想でもう堂々の1位広島っていうと豪語しました。いやだから反動が来るって言ってたの俺が忘れたっつったぜ。逆にオリックスはだってポロポロしすぎだみたいな感じじゃなかったっすけど。いやでもオリックスはちょっとずつ良くなる。まあそれも言ってましたけど、ちょうどこんなになったんでしょ。なんかでもね、各球団オリックスはノーマークだったんで、あんまりマークはしてなかったな。まあそこの隙をついて上に行ったというね。しっかり見事にスタッフもですドラミちゃんは1位が阪神で、最下位にジャイアンツを置いてますね。ドラミちゃんも反応きてますね。ドラミちゃん反応、ドラミちゃんも結構、ドラミちゃんちょっと反省の上で述べさせないからな。今豊さんが広島1位のオリックスが最下位。
はい、でもソフトバンクは2位ぐらいにつけた。ソフトバンク2位に入れてますけど、で楽天3位と阪神4位に予想してますね。まあ阪神もね、はい、やっぱわっしょいわっしょい野球はもういいんだよ、はい、それもいいんだけど、もう少しやっぱり言うべきところは言わないとダメだな。だからまあ例えばこんなとボーンとした木浪選手のやつですよね。あれサードランナー走らないとかさ、はい、いやそしたら矢野監督は、はい、やっぱり何も言わないんだ怒らないんだって言いながらも、はい、ああいうところ抜かれたら、はい、走れよって言ってた。めちゃめちゃ怒ってました怒ってました、ね、だからそういうことがさ、はい、逆にもうそれはなしでもうそれで押し通すんだったら、うん、押し通さなきゃいけないし、はいはい、今更は不満を言ったところで選手はもう聞かなくなるからね。だからものすごく辛い立場にいると思うよ。まあ立場っていうかあのチームも含めて、うんはい、だからやっぱりミスはミスでやっぱりしっかり正していかなきゃいけないし、はい、ちゃんと教えていかなきゃいけないよね、うん、一回聞いたことを聞いた時にコーチはもう全くノータッチだった、はいはい、で選手が聞いてきたら教えるというふうに言ってたけど、はい、やっぱ首根っこ捕まえてでも、はい、やっぱりしっかりしたやつ教えてあげないと、うん、5万の観衆の中で恥かくのは選手だから、はい、そうですね。だからそれはやっぱりしっかり教えてやらなきゃダメだね。共感性と論理性だよ。あ、共感性はわっしょわっしょで、はい、論理性っていうのはちゃんと教えてやる、理路整然としてね、これがやっぱり融合しないと、うん、やっぱチームっていうのはうまくいかないかなって思うよね。このバランスがやっぱり DeNA はどうしたの、ね、DeNA は神茶が良かったな。神茶良かった。それとまだ偶然性の勝ちが多いな。あ、なるほど。ここで何もしないって、はい、このまま終わりって思った時にポーンとホームランが出るんだよ、はい、まあ、それが DeNA の特徴っちゃ特徴だけど、はい、これはなかなか続く野球じゃないよね、うん、たまたま野球っていうのは。なんか一時期もう後半の方交流戦優勝見えたぞみたいな。いや見えてることありましたよね。あったよね、はい、一瞬な、はい、一瞬見えたことは確か確かだけど、ね、はい、やっぱ偶然性っていうよりも柔軟性が欲しいね。ここ1点取りたいって言った時に、はい、誰をどう差し込んでいくかとか、この選手が打ってくれるとかそういうのがね欲しいね。だから大和が、いやーよかったね、頑張ってた、頑張ったけど2回やりましたよね。さようなら、2戦目見に行ったでしょ。あ、僕2戦目見に行ったんですよ。今永投手が投げた、唐島投手と今永投手の、はい、見に行きましたけど。いやだからまあ大和は勝負どころで頑張ったかな。うん、あれ打たなそうだもんねそれはいや、その前の打席3打席って、はい、カスみたいな打席いやそりゃ勝負するだろうってああなるほど、はい、得点圏はリーグ6位だから。いやそう、そうなんですね。得点圏いいですよ。得点圏はいい。だからああいうところでは牙むく選手だね。うん、だから他のチームがそういうデータを揃えてるの、はい、あいつは打てねえっていう、はい、高く食ってたと思ういや2本目のサヨナラの時に、はい、俺だったら勝負させないけどなって、次の伊藤光に行くけどなって思った時はあった。あでも、はい、そうやって活躍してくれて、なんか良かったよな。筒香選手がちょっとこのなかなかこう結構なんか三振がすごい最近多い気がするんですよね。やっぱバッティング狂わされたというかな、あ、まあ、そういうところはあるよね、うん、なんか前言ってたじゃないですか、板垣さん、この腕がなんか伸びちゃって、ちょっと腕が伸びてスイングをしてるという、遠回りをしてるという。だからね、ヒットはちょこちょこ出るんだよ、はい、でも彼の中でそれじゃ納得いかないんだよね。やっぱホームランが打ちたいという、だから各チームの主力がちょっとおかしくなったよね。あー、この交流戦やっぱり山田哲人もちょっとおかしくなったし、で坂本がやっぱ交流戦振るわなかったし、なんかこう交流戦でバランスを崩した選手っていうのはちょっと多かったな。そうですね、確かに。でもこの交流戦を経て、伊高さん的にこの後半期待できるようなチーム、セリーグでは中日、はい、あ、おだから言ってんじゃん俺中日をやってるのは悪くないって8回9回だけをちゃんと抑えろって、はい、そこだけそこだけやれば勝負になるって言ってるじゃん。そうそう
いや鈴木朗希選手がファームでめちゃくちゃいいタイム、もう今157ぐらい投げてます。いやもうファーム上がってきますからこれ。いや投げとけっつうんだね。俺はねこれをやめない限りね、はい、俺は絶対認める。もう今やってないですか。もう今や当たり前で、ね、ファームでやれっせえと気づくのが今上がってきてますからね。ちょっと切れてますね。本来やったら俺、はい、あいつ社会人ヤマハだからね、はい、俺も関係性があるから、はい、教えに行ってた時あいついたんだから、おだから言ってんの。なるほどなるほど。だから気になるんだよ。あ、だからそういうのも愛情ですよ。愛情の、ね、それもちろんそうだ。それ嫌いで嫌いで言うかよ。嫌いだったらほっとくよ。まあ確かに確かに触れない。そうですね。やっぱ言われてるうちがやっぱもう話っていますしね。だから、はい、中日が台風の目になるから。おお。で DeNA は A クラスに上がっていくと思う。あ、今だから阪神が今ギリギリのところどっちに転ぶかっていう瀬戸際だと思う。だからまあ阪神もここまで頑張ってきたんだから頑張ってほしいけど、瀬戸際に来てる。あとは広島がちょっと心配だけど、まあレギュラーシーズンに普通 の, あのリーグに戻ったら、まあある程度はもう持ち直してくると思うけどね。ちなみにパリーグは、パリーグはロッテ。おお、ロッテ、はいはいはい、どっちも面白いましょうね。なんていうの、やっぱ打線がつながる、はいはい、それとまあちっちゃいんだけどさ、荻野と杉大地、はい、このコンビがいいね。いやもういいっすね。いいっすか、めちゃくちゃいいっすね。でもオリックスも、オリックスに食われるようだと下に下がっていくよ。舐めとったらやられるよ、ピッチャーいいから。いやそうっすよね、本当。だからどうやって点取るかっていうね、オリックスの課題はあるにしても、はい、点はあんまりやらないから。確かに。でも酔っ払いが守っててこんなになりながら守備してるから、はい、たまにそういうので失点が加算でいくっていうことはあるにしても、はい、でもそういうところきっちりやったら絶対オリックスって上行くから。いや本当に。でも交流戦もそれこそ後半の方からも徐々に来てる、だから心配なのがやっぱちょっと日本ハムだな。ああちょっと違うね。これなぜ心配かって、いや力はあるんだよ、はい、で野球の進め方だとか、うん、そういうのはいいけど、やっぱ怪我人がポツポツ出始めるとさ、うん、どうしてもやっぱこう余裕がないから、はい、そこを埋める選手がいなくなってくるんだよね。だからもうこれ以上怪我人出したらちょっとやばいよ、あの日本ハム。日本ハム、はい。まあソフトバンクはこれから強くなっていくばっかりだ、はい、あとどこが止めていくかって、ね、楽天もいますからね。やめてんな。ああ、なんだ、打ちますよ。お前交流戦でお前6点左にとって7点取られるチームもないぞ。だっていや、そう捨て身みたいな。いやいや、お前初回にお前先発ピッチャーいないんだから、もうそんなゲームあるか。だって一試合野球でもそんなないぞ。初回で1時間みたいな、なんかニュースあってほしいな。いやそれがお前横浜ひっくり返してリードしたら、それまたひっくり返すか。最後ひっくり返しますもん、ね、すごいっすね。もうええ加減にせえよってお前。横浜 白旗投げたから。まあまあでもいろんなことがあった交流戦だけど、いや、はい、なんか面白かったな。面白かったっすね。すごいなんか面白かった。あとはやっぱりヤクルト頑張ってほしいな。あーヤクルト、そうですね。これなんでそう思うかっていうとさ、ヤクルトってすごい一生懸命やるし、練習も一生懸命やる、うん、その練習も厳しいんだよ、はい、やっぱ要求が、はい、だからダメになってるっていうんじゃなくて、はい、やっぱそれだけ一生懸命やってるチームがこれだけ負けるっていうのは下せないんだよね。だから頑張ってほしいなと思う。うん、ね、もういい選手、まあ、村上選手も今もう打点、そうだ、まあ、トップですもんね。いいサッカーが育ってきてるしね、はい、だからそういう意味では、まあ、頑張ってほしいと思います、はい、まあ順位予想がね、はい、かなり外れた。まあでもね、難しいっすよ、厳しいよ、厳しい。もうこれで分かった、ハディーが強い。